はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の今の割引価格は本日で終了となります。明日になると値上げとなりますのでご了承ください。受講者様の中でも今年の試験で合格した方の多くが昨年のこの時期に個別指導を受講された方です。この時期から受講していただければ、その分長い期間理解学習を行っていただけるので合格率も高まります。 今からであれば来年あなたに合格していただく自信がありますんで、もし来年絶対合格したいというのであれば、この機会にお申し込みいただければと思います。来年絶対合格しましょう。それでは本日の3問に入っていきます。A が B に対する賃料債権につき、内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求により消滅事項は更新する。丸かツかという問題ですえ。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から 問題文ご確認ください。え答えは×ですね内容証明郵便により請求した場合つまり催告をした場合6ヶ月間は時効の完成が猶予されますつまり6ヶ月間は時効により消滅しないってことなんですね時効消滅しませんよってことですただ催告をしたからといって時効が更新されるわけではないんですねつまりまた1からスタートっていうわけではないんですよ だから誤りなんですね。今回の問題は、催告することによって時効が更新されるって書いてあるから誤りです。時効更新するためには、この6ヶ月間、この間に裁判上の請求などをする必要があるんですね。でも、詳細の解説については、個別指導で解説させていただきます。個別指導の受講者様は、受講者専用のメールマガで関連動画について動画解説をしています。この動画で理解をしていきましょう。で、問い2ですね。 宅建業者はその事務所ごとに、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない。丸か罰かという問題です。この閲覧に供さなければならない。え、これどういうことかというと、見せなければならないって言い換えるとわかりやすいです。 つまり、取引関係者から、えー、帳簿を見してくださいとか、従業者名簿を見してくださいって言われたら、見せなければならない、丸か罰かという問題なんですね。で、答えはツです。従業者名簿については、見せないといけないんですね。一方で、帳簿については、そのような規定はありませんので、見せる必要はないということなんです。で、お客様に帳簿を見せないといけない。これ、おかしいってことは、これわかりますよね。この帳簿っていうのは、 いわゆる取引相手の名前だったり、住所だったり、電話番号だったりってこう書いてあるわけですよ。つまりお客様情報が書いてあるわけなんで、そのプライバシーを取引関係者に見せるってことになるわけなんですね。まあ、これはおかしいわけですよね。だから帳簿については、取引関係者から請求があったとしても、これは見せなくてもいいですよっていう話です。まあ、これは基本中の基本の問題なので、解けるようにしておきましょう。で、問いさんですね。え、用途地域の指定のない区域内にある建築物で、 安全上、防火上及び衛生上、支障がないものについては、憲兵率の制限は適用されない。丸かツかという問題です。これ答えはツです。まあ、今回のようなこの規定ってないんですね。ルールはありません。まあ、結論から言ったらもうそれで終わりなんですね。ちょっと似たような内容で言うと、公園とか広場、道路、川などの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上、支障がないと認めて、 許可したものについては、憲兵率の制限は適用されません。まあ、特定行政庁が許可しているんだから、まあ、これは憲兵率の制限はなくてもいいよと、考えなくてもいいよっていうことなんですね。で、この問題についてはわからないかもしれませんが、えー、まあ、そのまま覚えていただいて大丈夫ですで。特定行政庁っていうのは市長とか知事とか、まあ、そういったイメージで問題ございません。はじめにもお伝えをした通り、個別指導の今の割引価格は本日で終了となります。 明日になると値上げとなりますのでご了承ください。受講者様の中でも今年の試験で合格した方の多くが昨年のこの時期に個別指導を受講された方です。この時期から受講していただければその分長い期間理解学習を行っていただけるので合格率も高まります。今からであれば来年あなたに合格していただく自信がありますんでもし来年絶対合格したいというのであればこの機会にお申し込みいただければと思います。来年絶対合格しましょう。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。あなたの事故をお待ちしております。レトスの小野でした。